900リオスです。今日は日本時間6月1日です。大阪府下市政府のウェブで先ほど警戒レベル4避難指示を発令。両5年6月2日12時30分現在、この避難指示によりますと、山戸川、石川が氾濫する恐れ水位に到達したため、地域全域に警戒レベル4避難発令しました。危険な場所におられる方は速やかに全員避難を開始してください。同じ日に永平宇和島市は同じの避難指示を発令しました。ハザードマップを確認し、土砂災害の恐れのあの区域にいる人は避難や安全な親戚、知人宅に避難するよう呼びかけます。